爆水木茂げロードに設置されているバクのブロンズ像、豊臣秀吉が使用したと伝わる爆枕爆は中国から日本へ伝わった伝説の生物。人の夢を食って生きると言われるが、この場合の夢は将来の希望の意味ではなくレム睡眠中に見る夢である。悪夢を見た後に幕にあげますと唱えると同じ悪夢を二度と見ずに済むと言う。中国で爆は古くから文献に見えるが、 どんな動物であるかについては文献によって一定しない。自我尺重には白鏡であるといい、説問会時には熊に似て、黄黒色,色、食虫に住むであるという。自我の各白中には熊に似て、頭が小さく、足が短く、黒白のまだらで、銅鉄や竹骨を食べるとあり、ジャイアントパンダを刺したようである。ダンタマサイ、説問会時中でも、 今も視線省にいるとあるので、やはりパンダである模様。後に、白黒まダらであることからバクと混同され、また金属を食べるという伝説が大きく取り上げられることになった。本像項目にも惹かれている白巨衣、爆兵産女によると、花は象、目はサイ、尾は牛、足は虎にそれぞれ似ているとされる。中国の爆伝説では悪夢を喰らう描写は存在せず、 幕の毛皮を座布団や寝具に用いると、疾病や悪気を避けると言われ、幕の絵を描いて邪気を払う風習もあり、東大には屏風に幕が描かれることもあった。こうした俗心が日本に伝わるにあたり、悪夢を払うが転じて、悪夢を食べると解釈されるようになったと考えられている。五感書や登録点の中に、白気が夢を食うといい、これが幕と混同されたとの説もある。 なおこの白旗を、白記と書いてある文献もあるが、江戸時代の小島制裁、竹縄中世話の記載を孫引きしたもののようである。日本の室町時代末期には、幕の図や文字は、縁起物として用いられた。正月に良い初夢を見るために、枕の下に宝船の絵を敷く際、悪い夢を見ても幕が食べてくれるようにと、船の方に、幕と書く風習も見られた。 江戸時代には幕を描いた札が縁起物として流行し、箱枕に幕の絵が描かれたり、幕の形をした幕枕が作られることもあった。中国の聖獣、白沢と混同されることもある。東京都の五百羅漢寺にある幕王像も本来は白沢の像とされている。近年のフィクションで幕もしくは、それをイメージしたキャラクターが悪役として出る場合は、 伝承とは逆転して良い夢を食べて、絶望に折り合ったり、悪夢を見せたりすることが多い。木、ひずめ目爆下の哺乳類の爆は、この伝説上の爆と姿が類似することから、この名前がついた。なお、京都大学名誉教授、林美直の書いた、神と獣の模様学、中国古代の神々、によれば、古代中国の遺跡から、 実在する動物であるバクをかたどったとみられる、青銅器が出土している。このことから、古代中国には、バクが生息しており、後世において絶滅したがために、伝説上の動物、バクとして後世に伝わった可能性も否定はできない。なお、古代中国においては、他にもアジアゾウやインドサイやスマトラサイやジャワサイが、生息しており、雲南省の野生ゾウの個体群を除けばその後に、 絶滅している。また、竜のモデルとなった様子コーアリゲーターは絶滅危惧種である。ありがとうございます。